はい、どうもこんにちは、太田です。今日はですね、2023年を生き延びるために知るべき食糧危機を回避する方法ということでお話をしていきたいと思います。まあ、2023年はですね、2022年の引き続きの流れになっていくっていうことが、国際政治学であるとかいろんな観点から見てもですね、これは間違いない流れではないかなと思います。ですので、まあ、2023年に起こりうる内容、これをお話をさせていただきまして、じゃあその上でですね、じゃあ私たちはどうやって生き延びていけばいいのかという話をですね、今日はまとめてお話をしていきたいなと思います。結構今までですね、いろんなビデオの中で食料備蓄であるとか食料危機についてお話をしているんですけれども、まあ、それをねギュッとまとめて凝縮して、私たちじゃあどうすればいいのっていうところをですね、まとめ版ということでお話をさせていただきたいなと思います。今日の話はですね、国際政治学、そして、まあ、いろんなね観点から見た起こりうるべき事実についてでございますので、おそらくですね、すでにニュースとか見ていて、でいろんな状況が起きてきて、いやーなんかねやばそうだなという雰囲気はあると思うんですけれども、まあ、実際にやばくなってみないと人間って動けないことがほとんどなんですよね。でもそれをやっては2023年は危ない。だから実際になってみないと動けないじゃないですか、多くの人とかね。その時にはもう手遅れなんですよ。でその手遅れになった時にどうしようもないじゃない、家族を誰が救うんですかみたいな話になってきた時にですね、2023年どういうことが起こりうるのかというのがあらかじめ分かっておいた方が良いのではないかなと思います。まずそもそもですよ、2022年何が起きたのか、もう信じられない出来事でしたよね。でまあこれはね、予想ができたことではあったんですよね。結構悲劇的な幕開けから始まるよというふうに僕は2022年の年明けの時に言ってました。どういう形の悲劇なのかっていうのはちょっとわからないんだけれどもっていうふうには言ってたんですけど、正直に言いますと。そしたら戦争でしたよね。でまあ戦争でみんなが泣いたりとか怯えたりとか、どうしようと思ったりっていうような出来事が起きるだろうということが予測されていました。それはパンデミックが少し収束した後の次のネタとしてどういうふうにやっていくのか、人間の恐怖をどうやって煽っていこうっていうふうに考えている人がもしいるのであれば、その流れは来るだろうということをお話をしていきましたが、まあまさにロシアとウクライナ戦争が2022年来ました。それはまだまだ収束する気配がありません。まだまだこれは引っ張りますよっていうことですね。いやもっと結構悲劇的に展開は始まるとは思うんですけれどもね。さらに日本の首相が亡くなる、元首相ですけれども安倍さんが亡くなるということを誰が予想したでしょうかっていうことなんですよね。あれによっていろんなことが日本の政治の中でも起きてますよね。一言で言うならば、簡単に言いますよ、すごく簡単に言いますと、何がどうだとか、その結局その誰がやったのかとか、そういう話は一旦置いておいても、結果的にそれによってどういう効果があったのか、政治家に対してどういう効果があったのか、簡単ですよね。これです。ここに拳銃突きつけられているっていう状態ですよね。お前次やったらやばいぞみたいな、そういう流れが要はできちゃったってことですよね。だから陰謀の裏とかそういう話ではなく、現実問題として政治家はほぼこういう状態にありますよということですね。だから国民が反論できない状況というのにどん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 なっていく傾向があったわけですよね。2022年を今振り返ってますけれども、そして2022年では円高というものが起きて、そして円安になったり、そしてまた円高になったりっていう、この乱高下ですよね。経済的には結構ヒヤヒヤしてるっていう状態で、日本はですね、実はまあある意味で言うならば円高にまたなるんですけれども、その時にじゃあどうすればいいのかなんですよ。この状態をこうした後にどうするのかっていう話なの。これが少なくとも2022年にこの状態ありましたよね。どうするんだみたいな話があった。この伏線を考えた後に2023年っていうのはどうなりますよっていうことが大体予測できる。あとはもう一個、あとは2022年に起きたこと、結構な大量死です。何の大量死なのかについてあんまり詳しく言えないんですけれども、少なくとも原因不明の死者が出ました。戦後最大級の死者数だったわけですよね。これだけは事実としてあります。その原因が何であるかについてはあえては言いませんが、ちゃんと情報を取っている方は何がそうなのかということは想像ができると思います。
します。できないっていう方はちょっとやっぱり情報の取ってるリソースが少ない可能性がありますので、ぜひですね、眉に唾をつけながらでもいいので、このチャンネルを見て続けていただければ、何回か見ていただければ、そうかもしれないっていう風にいきなり腑に落ちる瞬間がどこかできますので、ぜひチャンネル登録をお願いしますということでですね、2022年どうなってきたのかというこの流れの中で2023年があります。さあ2023年どうなっていくのか、これはですね、もう正直なところ、いろんなものを調べて、いろんな暦であるとか、いろんなものも全てですよ、国際政治の流れから考えても、もうこれはこうならざるを得ないんでみたいな、そういうことを今日は決定事項ではありませんけれども、そういう傾向性についてお話をまずさせていただきたいと思います。でその後に、じゃあどうこの問題から、命を守っていくのかっていうことですね。方法はあります。単純に方法はあるんです。でただその方法が目くらましの中で正しく情報が伝わってこないわけなんで、メディアとか見てるとですね、テレビメディアとかばっかりを見てると情報をつかめなくなってしまいますので、それはなぜかわかりますよね。このテレビメディアとかも含めましてですけども、こういう状態にあるっていうことが一つあるわけなんで、これは冗談ではなくですね、ある程度その可能性あるなと思いながら聞いていただければなと思います。ということで2023年どうなっていくのか、まずだいたい6つぐらい挙げましょうかね。まず1つ目、まずはですね、欧米そして日も含めた派閥とユーラシアの大陸派閥の戦いです。いわゆる第三次世界大戦的なものの流れに今入ってきてますよね。これはどういう意味かと言いますと、海洋諸国と陸上諸国の戦いなんですよ。シーパワーとランドパワーの戦いというふうに国際政治学の中では言われています。どういうことか、要するに島国の国、イギリスであるとか日本も島国の国、そしてアメリカも実はあれ島国の国なんですよね。で考えたら、中国とかロシアとかインドとか、これブリックス経済圏ってありますよね。ちょっとブラジルはないんだけれども、ああいうでかい大陸系、アフリカも含めてなんですけれども、そこら辺っていうのは実はちょっと違いません？いわゆる先進国というふうに言われてきた私たちの国っていうのは、もともとは海洋国なんですよ。日本もそれの中に入っちゃったんですけど、日本はなんか日本は不思議だよね。本当に被害者になりがちなんだよね。なんか簡単に言うと、日本ってすごくいい人でお人よしで、ここに銃が突きつけられてるのもあるんだけれども、やっぱりなんかお人よしすぎるから、乗せられていいように使われて、実験台にさせられて、結果的に悲劇でみんな万歳っていう風になってっていうことを、少なくとも原爆が日本に落とされたわけなんですんで、そういうことってあるわけじゃない。だって80年前結構日本一番かわいそうですよ、はっきり言って。世界の中でと思います？結構頑張ってましたよね。結構頑張ってたのにもかかわらず、もうここ殴りですよということがあって、今まさにそういう戦時中じゃないですか。日本って情報がないまま大変な状況に今私たちの国民全体になってますよね。で、その中で私たちは第三次世界大戦の中に嫌がおうなく巻き込まれています。不良グループに、正直ぶっちゃけ不良グループに入らされて犯罪の加担をしてるみたいな感じが正直あります。あくまでも例えですけれども、なんかそんな感じがしますよね。で、だから戦争に巻き込まれていく可能性がある。なんで喧嘩売らないといけないんですか、わざわざロシアみたいなところに。これ意味わからないでしょ、どう考えて。なんだけど、上がやってることが正しいって信じてる人にとっては、そうですよね、あいつら悪いんだからみたいな話になってるんだけど、よくよく考えましょう。本当におかしいでしょ。わざわざ喧嘩する必要ないでしょ。別に平和主義とかそうじゃないんだけど、どう軍略という点で考えてもおかしいですよね。でもそのおかしいところに、異常な世界に私たちは戦略上流されてしまっているということです。その原因はもちろん銃が突きつけられているということがあるんだけれど、でそれをいろんな論理の中でですね、私たちは戦争経済の中に入っていきます。それが2023年に起こることです。戦争経済に入るというだけで生活はガラッと変わります。要するに自粛であるとか、だから昔だったらお分かりのように、年代もあると思うんですけど、僕なんかのおじいちゃんおばあちゃんの世代は戦争に行ってたりとか、戦争で疎開したりとか、そういう世代じゃないですか。僕なんかはね、40代以降とか30代以降の人たちは多分戦争の記憶を持ったおじいちゃんおばあちゃんがいたと思うんですけれども、20代10代ぐらいはちょっといないかもしれないですよね。だから戦争の記憶というものが危ないですよというところまでは一応教育として受けてるんで、なんとなく想像ができると思うんですけれども、だから30代40代ぐらいまでがギリリミットじゃないかと思うんですけれども、
ども、まあ、そのギリリミットの方々は戦争の中で鉄が取ってかれたりとか、金、寺の金とかが戦争のところに取られていったりとか、電力は消しましょうと、消すことによってミサイルが作れるんです、飛行機も一機作れるんですみたいな、そういう戦争経済に入ってったわけです。だからもう自粛ですよ。あの布マスクだけじゃなく、それだけではなく、いろんな形で自粛自粛自粛になってます。それはみんなのためですっていうのにね、もう2年前ぐらいから、はい、もうみんなのためですという謎のこのみんなのため的なその正義がまかり通ってましたけれども、それが戦争経済の中ではもっともっと蔓延してくるということが想定できます。だからまずそこに本当に気をつける必要があるんですよね。ということなので、まずはその第三次世界大戦的な流れに入ってしまいますということですね。だから自粛とか戦争経済に入るということがまず1個目でした。さあここでですね、起きるかわからないんだけど起こる可能性があるものということで、この流れで言うとですね、2番目、これはですね、台湾有事ですね。でもこれが起きちゃうと結構もうアウト的な話はあるんですけど、本当にドンパチが始まった場合で、まあその流れにありますよね、少なくとも、ね、少なくともあるので、これ起きないとは否定できないですよ。起きないですよと、絶対に起きないです、あんなことはないですよ、絶対に言えないです。もう政府はもうその台湾有事に対してもうお金つぎ込みまくってますし、もちろん単純にそのミサイル代取られてるっていう説もありますけれども、それ以上にですね、実際に本格的にこの戦時シミュレーションっていうことをどん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 やってますから、これはですね、やっぱり正直ちゃんと考えておかないと危ないってことです。で、実際に皆さんお分かりのように、日本の中にはたくさんの中国人の方がいらっしゃいますよね。で、その方っていうのは中国の法律の中で、もし戦時中になった場合にその60万人の中国人が国の命令に従わないといけなくなるので謎のコードが発令されるってこともあったりするわけですよ。というようなね、いろんな、まあ、恐ろしいことが起きますよね。だって要するに60万人のスパイが日本の中にいるっていうことなんで、だからといってですよ、じゃあそれをどうしろって話じゃないし、これ聞いてる方、中国人の方いらっしゃると思うんだけれども、だからといってなんですよ。だって住んでるわけだから、全員がじゃあ敵になるかというとそうではないはずなんでね。だからここら辺の本当に情報収集であるとか、単純な猜疑心で誰かを弾圧したりとかするのはもう本当に後々後悔するから。中国人弾圧とか朝鮮人弾圧とかやってたんだ日本は、こういう戦時中になった時。これは本当に避けないといけません。ぶっちゃけみんな猜疑心になると敵作りたくなるから、本当これ注意しないといけないんですよ。で、この猜疑心こそ戦争経済を起こしたい人たちがやりたいことなの。これ国際政治とか植民主義とか軍国主義とかって研究してる人間から言わせていただければですね、これやって後悔するのは国民だし、そこに乗せられた人々なんですよね。本当に怖いとは思うんですけれども、これやって得になることは一切ありません。後で叱られます、後で叱られますっていうか、後で訴追されますんで、そういう悪に加担した人っていうのはお天道様が必ず裁きますんで、これはね、急になんかスピリチュアルな話になってますけれども、これ本当にそういうことなんで、変な意味でそこに乗せられないことは大事ですよ。戦争だから私たちの身を守らないといけないから、何か人種差別しちゃおうとか、それは本当に危ないんで気をつけましょう。これいきなりちょっとなんか生き延びるための話という話の流れでこれちょっと話してますけれども、これ本当に大事なんで、これ大事じゃないなと思うかもしれないですけど、これ本当にやらないと生き延びられないですよ。まあ、それはいろんな理由があるんだけれども、異国人であってもある部分においては連帯しないといけない部分もあり得ますということ。これやらないでもう全部敵だと言ってなんかやり始めると本当にドツボにはまっていくので、これは一応注意しておきましょうということでございます。そしてですね、何よりも戦争というのは何かと言いますと、近代戦争、2000年代に入ってから、つまり21世紀に入ってからの戦争っていうのは認知戦争です。コグニティブワーというふうに言われております。そこにですね、予算がむちゃくちゃかけられてるんですよ。だからはっきり言うと工作員ってやつですね。今まで工作員って、そんな陰謀論的なこと言わないでくださいよってよく言われたんですけども、本当に工作員っているんで、お金むちゃくちゃ出されてるんで、インフルエンサーとかお金で買われてますんで、これぶっちゃけね、本当にこれどこまで言ってるのか分かんないけど、むちゃくちゃお金でこういう広告っていう名の政府広報で広報費がむちゃくちゃお金出されてますんで、ですので、まあ僕も含めてですよ、 YouTube で発信してる人全員がこれ正しいってわけではないんで、あなたがこの話を聞いて、ああ正しいな、ちゃんと妥当かどうかっていうことですね。この人が有名人だからじゃあ話聞こうじゃないんですよ。正しいって言ってるっていうのはちょっとないんで、これは本当に注意だなと思います。
どんなに有名人であってもお金で買われてる可能性あるんで、先ほども言いましたように銃が突きつけられてる状態なんで逆らえないんですよ。なのでここら辺の世論誘導、そこには相当なお金が動いてますので、ぜひ注意をしてください。でその中でですね、本当にだから自分の心の中でこれが正しいかっていうのを信じるのってすごく難しいかもしれないんだけれども、ここは絶対うさんくせえだろっていうものに関してはちゃんと乗らない、嘘だろっていうふうにちゃんと突っぱねる気力というか、それはちゃんと持たないといけないかなと思いますね。はい、ということで台湾有事の可能性はあります。でこれが起きた場合、まあよく僕チャンネルの中で言ってますけれども、もう終わりなんでもう終わりなんで、シーレーンが寸断された時点で少なくとも何ヶ月間の食糧難になります。で日本政府が動き出してですね、じゃあさつまいも作ろうかとか、非常時なんで米とかやってる場合じゃないとかって言ってさつまいもバーって作り始めるっていう形になってきた、小麦作り始めるとかになってきたになった場合ですよ、いわゆる戦争的な状態の食糧難が起きた時にはさつまいもみんな作り始めるんで、これが早めに作れる、収穫できるから、でそれやり始めた時ですよ、6ヶ月は生き延びないといけないんで、6ヶ月は生き延びないといけないんですよ、自分の食べ物、これ勝負なんで、国家がわーっと動き始めて CNN で輸入が全部ストップした時にこの6ヶ月をどう生き延びるのかってことを考えることが結構重要。なのでこれはまた後でお話をします。ということで台湾有事は起きる可能性があります。ただし、ポイントとしては直接じゃあミサイルが飛んでくるとか朝鮮有事が起きるっていうことでもなく、基本的にはまずは多分2023年に関してはそれを煽るということによって、そこに反する人間をあぶり出していく、そして非国民だということにより私たちの差別が行われるってこと、逆に言うとね、いろんな差別が横行しますので、ここに乗っからないことです。この流れに乗っからないことが一番大事です。まずこれが一番恐ろしいことです。ミサイルよりもそっちにお金が流れてますから、ミサイルももちろんそうですよ。ミサイルも流れてるんですけど、ミサイルできるのいつですかって話なんですよ。っていうことを考えると、2023年という時系列の中で考えた時に、まあ一発ぐらいかなりでかいのが来る可能性もあるんだけれども、これはちょっと番外編だけど地震とかの可能性もあるからね、これはまあ予測できない話だから、どういう形で来るのか多分もうちょっと先だとは思う。起きる可能性は十分にあります。それぐらいメタメタにする必要があるからですよね。それはまた次の話です。次なんですけど、でこうしてですね、私たちは2023年を考えていき、第3番目ということでちゃんと考えなきゃいけないのは、戦争の時に何が戦中起こるのかというとですね、まずはいわゆるこの首相級の人物の暗殺、これは結構起きます。議員とかそういったことがもしかしたら狙われるとか、命が狙われるっていうのは引き続きあの流れっていうのは止まらないんで、いわゆるですね、戦中だったら右傾化していって、その右翼の人たちが国の国族って言ってバーンって打つみたいなことがありましたよね。そういう流れがずっと来るようにできてるんですね。で来てですね、その後万歳を言わせた後に預金封鎖って話になるんですけれども、戦中であればね、戦中であればね。でその前っていうのは一体何かっていうと、もう本当に天中なんですよ。これは明治維新の時もそうですよね。天中みたいな感じ、必ずこういう天中的な問題っていうのは来るんですよ。政治家が腐敗していって、明らかに腐敗してますから腐敗してないですかね、腐敗してないですよ、もう政治真っ当ですよっていう人ってなかなかいないと思うんですよ。ほとんどギャグですよね、政治ね、政治かっこギャグみたいなね感じが正直しますけれども、もちろん頑張ってる政党いらっしゃるんで、そこを批判する必要は全くないですし、なんですけれども民意が直接反映できる政権がほとんどないじゃないですか。そういう意味でかっこ笑いになってるんですけど、そこで、まあ、実際に何が起きるかというと、民主主義的な流れが起きます。2023年はこのいわゆる一期世直し的な流れが起きます。第3番目は世直し的な一期が起きますということです。この流れっていうのはやっぱり起きますね。要するにインフレであるとか食糧危機であるとかエネルギー危機みたいなものが起きた時に暴動が起きるということです。この暴動、ちなみに海外ではもうすでに起きてます。もうストライキですよ。で日本ってこのストライキ文化ってないんだよね。日本はストライキ文化がないんで、つい私たちってこのストライキの手段ってないと思うんですけど、私フランスにいたんで何年間いた中でストライキってもう年にね 2,3 回ありますよ。電車止まるんで普通にあ今日も電車止まってるみたいなね。冬とか大変なんですよ。学校行こうと思ってね、大学行こうと思ってですよ、地下鉄で行かないといけないんですけど、冬にね、もうあの時はねもう大変でした。大変ですよ。結構まあ歩けばね1時間ぐらいで行ける大学だったんですけど、冬のあれはもうやりたくない
本当になんか手袋つけながら行った覚えがありますけど、やっぱストライキしても全部首都機能が止まるっていうね、パリ機能が全部止まるっていうことを僕経験してるんですけど、これ結構やってるんですよ欧米って。日本ってやらないんじゃない？相当我慢強い国民なんで、もしかしたらやらないかもしれないですけど、そういうようなフラストレーションが少なくとも欧米では溜まってて、バーンって爆発してます。2022年の時点で。2023年はもっと大変なことに多分なると思います。でそのメディアはこういうこと報道しないというあのメディアになってるんですけど、そういう情報を見せると国民も、日本の国民にも火ついちゃったら困るから、そういう情報は流しませんっていう風に、まあ、報道規制がかかってるわけなんだよね。まあ、なんだけれども、少なくとももう限界だっていう形で民衆一揆、ある種の一気の年回りになってくるんで、可能性としては十分にあり得ると。はい。だから民衆暴動的なね。だからそれぐらい、まあ、貧困が進みますし、もう本当に経済格差っていうのがどんどん開いていって、食べられない人が出てくることは間違いないですし、あとですね、もう一個言いますと、企業がバーッと倒産してきます。で、それはなぜか。これは確実に経済的な、というか因果関係でわかると思うんですけど、コロナ融資がありましたよね。そのコロナ融資があって、お金を返済しろっていう流れに今なってきてるんですよ。なってきてるんですね。返せない中小企業が多いんですよね。でそうなっちゃうとどうなるかっていうと、倒産するしかないんですっていう今流れになってきてるんですよ。コロナ融資の貸し付けが返せないんだったらこれ潰れてもらうしかないって言って、今中小企業潰しが軒並み起きています。でそれが2023年は本当に増えていきますんで、コロナ融資などで補助金をもらってなんとか生き延びてった企業が全部やられていくっていうことに。でこれも本当に戦争経済で起きることでございます。でその中でですね、給料が上がらないどころかクビになって、そしてご飯の値段も上がって通常の食費の3倍ぐらいになりました、電気代も2倍になりました、どうして食ってくんですかっていう本気の怒りですよね。政治に興味がない人ですらもこのことに対して怒りを持って行動してくる可能性は高いです。ということで民衆暴動、これが3番目です。エネルギー危機からの一揆ですね。はい。で次なんですけれども、この後ですよ。この後、要はコロナ融資の貸し付けが返せなかったってなった時に、じゃあ何が起こるかっていうと、日銀の総裁変わりますよね。はい。で変わりまして、じゃあどうなっていくのかということを考えますとですね、第4ということで、預金封鎖かそのプレリュードみたいなことが起きるという可能性が大きいです。かなりですね、いわゆるお金マネー経済っていうものがだんだんとほころびを得てきました。でアメリカが今まさにですね、その中心であったアメリカっていうのがほぼ内乱状態になっています。要するにかなり分裂してるのはなんとなくわかると思うんですよ。 YouTube 見てる人はね、テレビ見てる人はもうなんかバイデン爺さんが頑張ってたなみたいな感じかもしれない頑張ってるなあの人な、偉いなっていう風に田舎のおじいちゃんとかって思ってるかもしれないけど、いやそうじゃないでしょっていう情報を取ってる人はね、そういう風に簡単には割り切れないような事態がアメリカで起きてるんだなってことがなんとなくうっすらと分かってると思うんですよね。表メディアは絶対言わないんですけど、必ずそういうことが何かが怪しい、何かが怪しいぞっていうことが分かってると思うんですけど、要するに何が起きるかっていうと、このアメリカのドル経済が破綻しかけてるっていうことなんだ。でこのマネーゲームみたいな感じでね、どん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 ジャブジャブ作れたんですよ。でそれがもう限界を見えていて、最初に言いましたようにランドパワーとシーパワーの戦いが起きてると言いました。いわゆるロシア、中国、インド、そしてアフリカっていうのが全世界の人口の、まあ、ほとんどを占めるようになってくるんですよ2030年に向けて。でそれに向けてですね、この大陸の人たちっていうのは連帯し始めたんですよ。連帯し始めて、いわゆる先進国って言われてた日本とかアメリカとかイギリスとかね、フランスとかも含めて、そこら辺を今タイっていう形でぶつかってきてるもんね。でそれは資源というものを担保にしていきますから、石油も含めてですね、そういう金も含めて、そういう実態を持った経済にシフトしてきてるんですね。だからいわゆる私たちのジャブジャブ経済みたいな、株で遊ぶとかっていう経済がどんどんと破綻してきてます。要するに暗号資産もやられましたよね去年ね、大手2番目がやられました。はい、こういうのがどんどんとクラッシュしていきます。とはいえもちろん暗号通貨的なものは消えないくって、むしろこれ広がっていくんですけど、ただし少なくともいわゆるお金がお金を生む、そういうなんかバブリーな話っていうのは確実に潰されていきます。その流れにあります。そしてここら辺を泳がしといて、それをどんどん潰していくっていうのが2023年ですので、マネー経済とかいうものがかなりヤバくなっていきます。まずそこら辺を潰していって、2024年は皆さん何があるかご存知のように、いわゆる貨幣の切り替えがあるんですよ。でそこら辺に目指していって2023年
年あたりに何か一発でかいイベントを仕込んでおきます。確実2024年の時に、はい、皆さんのタンスの中にある貯金を全部吐き出していただかないと日本は戦えないんです、もう戦争なんですからみたいな感じで言い始めますから、なんか楽しそうに言ってますけれども、本当にそういう風になってくるんで、そうなった時に私たちがどうやって生き延びるのかっていう話をこれからしていくんですが、まあそういうことですね。要するに預金封鎖であるとか、いわゆるもう今までね、ジャブジャブお金吸ってきたんですよ。感染症とかね、ものすごく儲かりましたよね。何でかは言いませんが、ものすごくそこではバブルに起きてるわけなんですよ。むちゃくちゃ儲かったわけです。一本いくらみたいな、そういう世界で大量に儲かったわけなんですよね。で、さらにもうちょっと言いますと、戦争費というものも増税になってきますから、それ国のお金で、しかも借金でやってますからね。どんどん借金は膨れ上がってるわけです。そして補助金もバンバン出してます。これ無限にあるように思うんだけども、無限はないですよ。カードローンだってね、急に、はい、もうこれ以上無理って言ったら、もうヤクザさんが来るじゃないですか。それと一緒ですよ。それぐらい私たちは国民は借金されてるんですよ。そしてヤクザが来るんですよ。言い方は変なんだけれども。ということですよね。はい、もう終わりです。はい、だから全財産ください、担保くださいって感じになるわけですよね。で、そうなった時に私たちは全て身ぐるみ、一平返されるみたいな、タンスにあるやつ全部いただきますとか、あとは口座にあるやつ全部凍結しますとかね、そういう流れになる可能性がないとは言い切れません。でも2024年の課題なんで、2023年はその前哨戦となるような出来事が起きますよという話でございます。ということで4番目は預金封鎖的な経済的なリストリクションの中でどう私たちが経済を止められていくのかという話になりました。4番目がそうですね。で、5番目です。5番目はですね、はい、これはいわゆる新型の感染症が来る可能性が高いですよという話でございます。いわゆるネクストのパンデミックが来る可能性があるということです。まあ一旦海外ではすでに終わっていて、注射に関しても終わっていてっていう流れになってきておりますが、まあ日本だけなぜかね、転送してるみたいな、そういう状況なんですけれども、こういうあの在庫処分を担当するのが日本という国なわけなんでございますけれども、まあそれは一旦起きましてですね、次をそろそろね打っておきたいなという形になってると思うんですよ。で、しかもそれはかなり凶悪なやつ、次は行きますよってことを、行きますよって言ってる人がいるわけだから、有名人が言ってるわけだから、可能性としては否定できないですよね。で、例えばアメリカだったりすると、なぜかねネズミの駆除員っていうのがなんか募集されたり、げっ歯類を経由した菌、いわゆるペスト的なものが来るんじゃないかというなんか匂いがするんですよね。だから要するに5本っていうのじゃなく、別のものでバタ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 ってなる、かなり致死性が高いペストっていうのがヨーロッパで起きましたから、これはなかなか可能性としては、まあ一つの選択肢として感染症のパターンとしてはあるんじゃないかなということが、まあ一つ考えられますね。で、あとはですね、もう一個は注射に関して、まあ飽きられてるっていうところがありますから、それ別の形でですね、入れていく、体内に入れていくっていう選択肢はあり得るんですよ。それ一体何かというと、レタスの中に何か液体注射したりとか、肉の中に液体注射したりとか、もうこれ全部陰謀論でしょ、そんなこと言わないでくださいよって言うかもしれないけど、そういうことが今始まってるんで、本当にこれはちゃんと事実とかデータを見た上での推論なんで、ちゃんとこれはね嘘だっていう人はちゃんと事実を見てください。事実としてあります。だからいろんな液体を食べさせられる可能性があるっていうことですね、はい、要するに感染症対策の野菜とか、感染対象の肉とかを食べる可能性がなきにしもあらずということです。もちろん新しいパターンも考えられるわけなんですけども、結構もう飽きてるんで、飽きてたら次のパターンできますよね、ということがありますから、ネクストの何かをまずは警戒するという必要があり、免疫力をもちろん高めないといけないということがありますけれども、まあ、そこにですね、いろんな形で飽きずに飽きないように、国民が恐怖を飽きないようにですね、同じパターンかと思ったら飽きるじゃないですか。同じパターンじゃないやつをここから来たっていう斜め上からのですね、なんか攻撃が来る可能性がありますんで、ごめんね、ナチュラル自然ですよ全部って思ってる方は自然かもしれないですね。でも自然に見せかけて起きる可能性があります。まあ、ぜひそこら辺はご注意いただければと思います。
最後が感染症も含めましてですね、食料危機です。で、6番目食料危機ということなんですが、まあ、食料危機はね、もちろんいろんな缶詰工場が壊されたりとか、謎の火災したりとか、なぜかいろんなものが燃やされたりとかしているのが2022年だったわけなんですけども、じゃあ2023年何の準備してるんですかっていうことなんですよね。いわゆる食料危機はもう起きますっていうことをもちろん言ってるわけなんで、世界的にね起きますから気をつけてください、気をつけてくださいって言ってるんですけど、大丈夫ですっていうふうに一回結構ね食料危機的な問題はキャンペーンとして起こされるんですよ。でもその後大丈夫ですこれがありますってパターンがあるんですよ。これ感染症の時も同じじゃない、危ない、あれもう死んじゃうんです、危ないんですって言っておいて、大丈夫こいつがありますって言って何かが流行ったわけじゃない。それと一緒でですね、食料危機っていうのもある程度起きます。で、本当に餓死するレベルのものもありますが、でも物ってそんなに餓死しないんですよね。だからそこの裏をちゃんと読まないといけないんですよ。もちろん流通がストップして物自体なくなるんですよ。だから何言ってんですかって感じかもしれないけど、なくなるんですけども、なくなって流通ストップさせた後に私たち何をさせたいのかってことなんですよ。それをさせている側がもし神がいるとすれば、神的な形で何かを動かそうとしている人たちがいるのであれば、全員じゃないかもしれないけど、いるのであるとするのであれば、はい、じゃあないんだったらもうこれ食べてくださいって言って、人口をミートがそういうものを流行らせる、その一つのチャンスに、ビジネスチャンスにしてる可能性っていうのがあるわけじゃない。結構人工ミートとか、あとは昆虫食とか流行ってますよね。これによって私たち何をさせられてるのかということをちゃんと考えるってこと、怪しいよね。怪しいんだけども、怪しいってみんな気づかないんですよ。みんな気づかなかったじゃん、例の話だと、っていうことがある。なので今年は本当に培養肉とかそういう人工的なものを、食料がないから、はい、じゃあこれですならないことが大事なんです。これが起きえますから、要するにこの物が流通が止まりました、じゃあないですね、わかりました、じゃあこの添加物たっぷりのこれをどうぞみたいな感じで来るわけなんです。これをどれだけ私たちが拒否れるかっていうのが一つ重要なポイントになってきますので、本当にですね、これは注意ですね。だから食料備蓄っていうのは本当にご飯がなくなるというものもありながら、同時にそういったものが出てきた時にちゃんと拒否できるということっていうのが非常に重要なんですよね。全部配給食になってきた時に、国信用できる人なら全部食べたらいいと思うんだけど、それでみんな体調崩していったらどうするって話じゃないですか。だからその可能性あり得るんで、備蓄というのはただもちろんご飯がなくなるっていうのもあるんだけれども、備蓄配給に対する抵抗策でもあるんですよっていうことは私たちはちゃんと理解しておくべきですよね。ということで、2023年に起きうるべきことについてこれまでお話をさせていただいたんですけれども、じゃあそれを回避するにはどうすればいいのか、結構簡単です。もうこれ以上もう結構これまで対策と一緒に結構ちょいちょい話をしてきたんで、まあ、3つに絞ってお話をしたいなと思うんですけれども、すごく簡単にシンプルにまとめます。1、情報を鵜呑みにしない、まず1ですね。少し疑って考えてみる。もちろんみんなが動き出した時がちょっと危ないんで、まずはそこら辺疑って考えてみるってこと。それ疑うやつは危ないぞっていう脅しがありますから、この脅しに負けないっていう肝っていうか肝玉持っておくってこと、非常に重要で、本当に客観的にじゃあどう見ても科学的に正しいのかっていうことを検証する。相手はね、科学っていうことを私たちの独占物だから、お前らに科学は語れないぜって言うんだけども、本当に科学的な思考をしてる人ってほとんどいないんで、官僚とかで。それは僕は学問の世界に何年もいたから分かりますけど、今やってる科学というものが全部どれだけ眉唾かって話なんで、そこに関してはとりあえず言わないんだけども、科学的という言葉に騙されないようにしてください。トップの権力者が言うところは全部金のためなんで、ほとんどはね。はい、じゃあ2番目は備蓄です。で、最低限の備蓄、そして3ヶ月食っていける、6ヶ月食っていけるぐらいまで徐々に距離を伸ばしていくってことが必要になると思います。ただし、もうとにかく大量にじゃああればいいのかっていうわけではなくて、ある種のフィロソフィーを持ってやっていくっていうことね。それしないと、ただ添加物とかも何でもたくさん入ってるものをとにかく買えばいいっていうのはちょっと違うと思うんで、もちろん究極そうなっちゃうかもしれないんだけど、でもその状態を見据えて今できることっていうので、できるだけ健康に近いものをちょっとずつ備蓄をしていくっていうことが必要になるかなと思います。で、3番目はちゃんと身近な形で薬の代用品とかそういうものを自分で作れるようになっておくっていうことが僕は大事かなと思います。自分の健康は自分で守るということ、
病院に駆け込まなくてもいいようにちゃんと自分の中でセルフメディケーションができるだけできるようにしておくっていう知識を持っていくっていうこと、とにかく国に依存しないってことが大事なんで、そういう意味で備蓄もそうですね。今までじゃあ味噌が作れなかったら困るじゃなくて、味噌なんか作ればいいんじゃないですか。醤油も作ればいいんですよ。作れないわけがないんで、本当に麹さえあればというようなこともある。絶対難しいですよ。本当やったことありますかって話なんですよ。意外とやってみると簡単なものがあったりする。お菓子もなければもう作っちゃえばいいんじゃないですか。毎日バクバク食べるっていうことを前提に考えてるからそうなっちゃうわけなんだけれども、適量、素敵なものを食べたい、そういう願望を満たしたいって、ある意味で戦時中的な考え方をすればですね、本当に心が求めてるものを少しずつやっていくっていう、ある種の節制の心っていうのは結構重要なんじゃないかなというふうに思います。はい、というのが3つのポイントに絞らせてお話をさせていただきました解決策でございます。こうした情報に関してはですね、このチャンネルの中で過去動画でいくつも喋ってますんで、ぜひですね、何個かチャンネル登録欄にありますので、ちょっと見ていただいて、今日理解できない部分に関してはですね、過去の動画を見ていただければと思います。そしてですね、このチャンネルは、そうした情報を定期的に毎日基本的には伝えておりますので、初めて見た方はぜひチャンネル登録をお願いします。面白いなと思ったらですね、毎回ですね、いいねボタンを押していただけると、まあ、多くの人にですね、正しい情報、あなたがもしこの話が正しいなと思ったらですよ、正しいと思ってる人に伝えることができますし、チャンネル誰か紹介していただければですね、あ、そうかもしれないなっていう人が増えていきますので、身の回りにですね、なすので、まあ、ぜひですね、チャンネル登録、そして、高評価ボタンをお願いいたします。コメント欄の方にですね、あとはサバイバルセミナーっていうのをプレゼントしてますので、ぜひそちらもですね、見ていただければ、これからの世の中の流れがはっきりと見えてくると思います。はい、ということで最後まで今日はご視聴いただきまして、結構長いビデオになったと思うんですけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またこのチャンネルでお会いいたしましょう。それではまた。